CD ラックの2台目を作りました。こんな感じで、1、2、3、4、5、6、7段。全部で7段で、上の5段は普通のこの CD のサイズに合わせて、下の2段は、このね、DVD が入るサイズにしてあります。木はね、ファルカタ集成材を全部使っていて、ホームセンターで売ってるサブロクのサイズ、そのまま基本で使ってます。で、1段だいたい、910なんで、80枚ぐらい CD が入る。で、下はね、細いやつで、十分で、それを、コースレッドで止めてるだけです。で、後ろの壁に CD がちょうど当たって、ちゃんとバランスよく入る、という形になってます。とてもね、簡単です。